はいどうもこんにちは、佐藤です。本日はですね、こう有楽町に来てるんですけども、12月20日、有楽町といえば何でしょうか。落とすぞいいじゃん、落ちなかったんだから。危ない。ということで、本日 YouTube ファンフェストというところにね、来てるんですよ。僕らも普通に客なんですけども、僕もね、12月になり、もうすぐ3万人をね、超えそうということで、ありがとうございます。そしてこの彼女をね、ヘアトゥイさんは10万人を超えたということで、道で声をかけていただくこともそこそこ多くなってまいりました。ということで、本日はどっちが長い間気づかれないかゲームをしていきたいと思います。でも調子に乗ってるわけじゃないですよ。これから一人ずつ行って、会場の前でどれだけ何秒気づかれないか、まあただ気づかれないかっていうのをやっても面白くないと思うので。誰もいねえよ、もう。気づかれなかった分の差分ね、差分かける10円おごりということで、100秒相手より気づかれない部分が長ければ1000円のおごりですから、やっていきましょう。はい、ということで会場近くまでやってまいりました。もうこんなことして歩いてる人いたら多分速攻バレると思いますけど、ホール A がどこにあるのか分かりませんから。あ、待って、そろそろじゃない、多分そろそろ。どこまで行けばいいと思う。できるのか。はいはい、写真撮ってもらって。あ、大丈夫です。ゆいちゃん写真撮ってもらって。同点。同点だね。同点でしょ、今の。まさかの開始する前に。いや、でも佐藤弘君の方が名前が先に上がりましたので、佐藤弘君の負けだと思います。違いますよ、違いますよ。何秒でした、じゃあ。100秒。5秒くらい、5秒くらい。100秒、100秒。バイバイ。